午前、熱海市で発生した土石流でおよそ20人の安否が不明、2人の死亡が確認されました。現地では捜索活動が続いています。消防によりますと、午前10時半ごろ、熱海市伊豆山で土石流が発生し、多くの建物や車が巻き込まれました。およそ20人の安否が不明で、警察や消防、自衛隊などが捜索を続けています。現場を下った場所にある伊豆山港では、女性2人が心肺停止の状態で漂流しているのが見つかり、その後死亡が確認されました。身元は分かっていません。県や熱海市によりますと、これまでに4人が救助され、このうち1人が怪我をしています。また現在、救助を待つ人が6人いて、生存が確認できているということです。土石流の被害に遭ったのは100世帯から300世帯とみられ、地区に住むおよそ120人が避難しているということです。こちらの熱海中学校では、今夜50人ほどの人が一晩を過ごすということです。避難者の話によりますと、寝具や食料品は配布されていて、大きく困った様子はないようでした。もう早く家に帰りたいです。目の前でこう土と家とガラクタですか、もう塊がずっとこう流れていくのが見えてしまって、4、5回は来てると思います。この地域は JR 熱海駅から北におよそ 1.5 キロにあり、住宅や宿泊施設などが点在しています。